33で立候補してもう62ですからね、まあ、29年になりますから、私のできる全てを出し切って次の選挙で、今までの選挙と下地向きは違う。今回は米軍の環境県庁保護庁の調査を受賞していきたい。我が国の歳出圧力は底なし沼に陥りつつあります。国と本当に勝負して勝とうと思うんだったら県知事はこれやらんといかんのです。私が見たらこの人たちは手の甲を止めようという気持ちはゼロです。県民が決めたジャッジですから、政治家下地幹雄は変わりませんから、まあ、新しい提案をいっぱいしていって、それで政治の役割を果たしていく、そういうのもこれからもやっていきます。政治家には当選落選はつきものですね。しかし落選したから政治家じゃないと思うのは間違いで、今まで以上に何をすべきかということですよね。朝早くからラジオ体操行ったり街頭演説したり一番回りをしたり、またそこでまたいっぱいのエネルギーっていうかね、政治の肥やしをいただくんですよ。でこれでまた政策作ってよしと、俺が当選したら これで提案していくぞと、そういうふうなことをこのやろうということが毎日の中であるんで、落選の時間が無駄にならないように。1兆円かけて辺野古の海をこの埋め立て基地を作ることに果たしていいのだろうかというようなことがあるんで、私たちは今回この臨時国会でですね、100本の法律を提案を目指して今頑張っています。だから山中先生の政治を見てると、ものすごく弱い人に何ができるかを考える。山中先生消費税作った、落選するんですよ。しかし山中先生は1000万円以下の人には消費税はなくていいよ。今岸田内閣はインボイスやってるじゃないですか。一番弱い人に税をかける。山中先生は一番弱い人は税を免除する。これが山中哲学の税制なんですよ。今の政治と全く違うわ。亀井静香先生はリーマンショックで企業が厳しくなった、この3年間払わなくてもいいよ、銀行で払わなくてもいいよっていう制度を作るんですよ。これすごくない？この弱さに応えられる政治、私もそれを目指してるんです。だから成長しなければいけないという思いがあって、元生までの手付き同様これやりたいんですよね。私がですね、ジャングリアってテーマパークやった時もみんなそんなのできないよと言われて、この宮古の伊良部華僑をやる時も夢の方足って言ってなかなかできないよと言ってたんですね。那覇空港の2本目の滑走路も私たちが予算つけてスタートしたんです。だからね、下地幹雄の面白さ、そこは人がやれないよと思うのをやり抜く力が自分にはあると思うので、今度はこの手つき通りちょっとエネルギーを変えていこう。全部地下鉄にします。
上を通るんじゃなくて地下鉄にして、これで駅を4つ作って、それで切り替えポイントを24作れば、単一路線で60分以内で那覇から本部までは、ですけど、この沖縄はもう52年間全国平均以下の所得で、順番からすると47番目みたいなことが続いてるんで、これをね一挙に改善したいんですね。具体的には今世帯年収400万以下が57万世帯のうちの34万世帯6割超えてるんで、これを一挙に700万まで世帯年収を上げると、まあ無謀だと言うかもしれないけど、庄司幹雄の役割はそこにあると思って、それをやりたいというふうに思っています。私たちは新たな沖縄を自分たちで創造していく、それが私はできる状況に沖縄来たかなと思ってるんで、それをやっていきたいというふうに思います。それが沖縄の尊厳、これを取り戻して、大和にもアメリカ政府にもやっぱり沖縄ここにあると言われるような沖縄を作ってみたい。基地の整理縮小のこともコロナ後の経済のことも全て庄司幹雄に任せてください。皆さんが任せていただければ必ず答える、必ず結果出す。